クロームキャストついに買いましたね。やっと日本で販売されましたね。嬉しいです。これ何やるものかと言いますと、スマホの映像をテレビに出すための装置です。もう接続してありますね。接続の仕方、テレビの HDMI 端子に差し込んで USB 端子で電源を取るだけですね。設定もクロームキャスト専用のアプリケーションがあります。これを App Store などでダウンロードして使ってください。 YouTube の再生アプリを起動します。クロームキャストのアイコンが出てますね。ここをタップ、そして自分のクロームキャストを選びます。そう、 YouTube とテレビに出ましたね。これでリンクしました。次に再生、そうするとテレビから再生されました。操作方法、いつも使うスマホと変わらないですね。何かテレビをリモコンっぽく操作する、クロームキャストをリモコンっぽく操作する、そういうことはないですね。でこの状態で他のアプリに切り替えても再生してますね。今までスマホで YouTube の動画を見るとき、他のアプリを使うことできなかったんですよね。クロームキャストさえあれば YouTube の動画を見ながらスマホでブラウザーを見たりできます。非常に自然なマルチタスクじゃないですかね。操作はスマホだけ、画面は2つ、パソコンでいうマルチディスプレイみたいな感じですね。スマホで別のことをやりながらテレビで YouTube、 ブラウザ立ち上がりますよ。今ブラウジングできますね。しかもテレビは止まってない。画質はどうなのか、ハイビジョン画質ですね。スマホで見るより鮮明な画質ですね。スマホの操作を知ってればクロームキャストを使えてしまいますね。この画質が綺麗という部分、 YouTube の世界観変えると思います。スマホの画面で見る YouTube、 それなりの画質です。クロームキャストを使ってテレビで見る画質、いつもより鮮明ですね。 YouTube ってこんなに綺麗だったんだ。いつも見てる YouTube がより楽しめるんじゃないかなと思います。音もテレビのいいスピーカーが出ますね。迫力ある音で楽しめますね。音楽コンテンツとかいいんじゃないですかね。もちろんスマホ画面を閉じても大丈夫ですね。完全なるマルチタスクですよ。止めるときは YouTube のアプリから停止ですね。これで止まりました。 Chrome キャスト、他にもいい機能があるんですよね。ノートパソコン持ってる人、ノートパソコンの画面をテレビに出したいと思ったことないですかね。それも Chrome キャストで楽々ですね。いちいちケーブルとか接続する必要ないですよ。ただパソコン側にあらかじめ Google Chrome と Chrome の中に Chrome キャストの追加機能を入れとく必要がありますね。 Chrome を立ち上げる、そして Chrome キャストの配信のボタンを押せばブラウザの画面がテレビに出ますね。ブラウザの画面が出ましたね。他にも面白い機能として画面全体を出すことができますね。これ私のパソコンのデスクトップですね。この機能を使えばちょっとしたプレゼンテーションとかクロームキャストでできるんじゃないかなと思います。事務所のテレビにクロームキャストをつけておけばパソコンの画面を共有することができますね。ケーブルを差し替える手間とか省けますね。クロームキャストを使うとスマホ、パソコンとテレビを簡単に融合することができますね。スマホやパソコンで見てたちっちゃい画面がクロームキャストによって大画面のテレビに開放されますね。ぜひ使ってみてください。